おお、飛んでる飛んでる、いってらっしゃいませ。はい、という感じでいかがだったでしょうか。あんな形でね、結構ね、緊急事態宣言後のねシャッターが多く見られる国際通りでございました。この流れでね、沖縄那覇空港の緊急事態宣言中のね様子もご覧に入れたいなと思います。それでは行きましょう。はい、ということでね、あちらがね乗ってきたトランスオーシャン航空ですね。でこちらがね多分これから乗る777のね機体になります。でこんな形でね、こっちが JAL 便でこっちが AN 便という形になっております。これが那覇空港ですね。はい、ということでね、那覇空港の現状ということなんですけども、意外とね混雑もしてないけども賑わってもないという形でございます。はい、こんな形となっております。 ANA 1216人、はい、こんな形になっております。お店もね、やっぱね、空港もね、半分半分ですね。やってるお店と、こちらシャッターが落ちてるお店と半々ってことですね。ちょっとうるさいな。はい、こんな形になっております。ということで、ね、4階のね、こちらの飲食店はね、全部もうシャッター街ですね。ただね、向こうの反対側の飲食店はちょいちょいやってるところですね。A&W とか向こうのロイヤルホストをやってる形でございます。そしてね、下のね、ゲームセンターは絶賛稼働中でございますね。はい、こんな形で、国際通り同様ね、空港、那覇空港の国内線ターミナルも半分半分という形となっております。はい、ということでね、こんな形でね、こちらエスカレーターの工事中ということなんで、今回はね、こんな形で空港の様子もね、ご覧いただけたらなと思います。それではね、早速桜ラウンジに行ってちょっと休憩しましょう。はい、ということでね、荷物審査終わったので、こちらのね、毎度同じにこちらのね、桜ラウンジに行こうと思います。はい、ということでね、こちらダイヤモンドと桜ラウンジで、私は GHC のね、こちらでございます。なんかもう何回も来てるから、本日はお世話になります。はい、ということでこちらでございます。ということで入ってきました。意外と空いている。ここでいっか。今日はね、こちらにしましょう。はい、今ね、まん延防止ということでね、こちらアルコールの提供が中止されております。なのでこちらのね、ソフトドリンクを飲みます。こんな形でグラスもね、ソーシャルディスタンス。はい、ということでね、今私しかでね、こちらの桜の味のない形になります。はい、ラウンジにはですね、ほとんど人がいない状況ですね。はい、ここのフロアにもね、私しかいません。向こうにね、何人かいらっしゃいますけどね。こんな形の桜ラウンジの那覇空港となっております。
用の際と消えるまでそのままお座りください。夜も更けてまいりました。皆様この後もご自宅ご宿泊先へどうぞ気をつけて向かわれてください。皆様本日もワイヤードアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。それよりましたらこちらからまたご案内いたしますので上のお手荷物を取り出さずお座り。着陸という形なんですけどもね、こんな形で、ね、自宅に帰ってまいりましたということでね、まあ、今回は宮古島に行ってきてもらったということで、今回ね宮古島の様子とそれから緊急事態宣言中の那覇の様子、それから行きのね緊急事態宣言後のね那覇便の様子という形で今回動画を撮らせていただきました。はい、ということで、ね、今回は私カオルミニオンク TV の宮古島編完ということでですね、今回はお送りさせていただきました。ということで、ね、また7月あたりにですね宮古島に行きたいなと思います。というのもですね、今回宮古島に行った真の目的が果たせなかったんですよね。というのもですね、今回ね本来の目的はですね、この宮古島でバカンスももちろんなんですけども、真の目的がもう一個あったんですけども、今回その目的がね緊急事態宣言でちょっとおじゃになってしまったということなので、ぜひまた7月にね緊急事態宣言が明けてからリベンジさせていただきたいなと思いますので、ぜひ皆さんねその時まで楽しみに待っていてください。はい、ということで、ね、このチャンネルでは JGC 事業 SFC 事業のお得な情報や海外に行ってみたい方にね何か一歩きっかけになるような動画を配信しておりますので、この動画が面白かった役に立ったってことはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからコメント欄グッド評価もお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。ということでね、東京もね6月20日まで延長されてしまいましたね。はい、もうこんな形でね、もう沖縄も東京も6月20日までなので、皆さんもね気をつけて JGC 事業 SFC 事業を行ってください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。